続き成田先生にですね聞いていきたいんですけど、はい、あの英語そうですね最初英語好きじゃなくて日本史でやったんですよね、はい、それが大学入って好きになったんですか。そうですね、あの要するにそもそも勉強がそんなに好きじゃなかったっていうのがあるのと、はいはい、その勉強をやる時のモチベーションが何ですかね、この勉強したら何の役に立つのかっていうすごく打算的な考えっていうんですかね、を思ってたんですよ。だから物理やるときに摩擦のない斜面ではとかって出てきますよね。どういう世界だ、摩擦のない斜面ってあるのかなとか、それノーベル賞もらえるよねみたいな、なんかそういうこと考えちゃうんですよ。これは意味ねえかなとかってなって、で切ってくっていう最悪なことやってて、でもなんか日本史はなんかその当時日本史を習ってた先生が過去を学ぶことはこれから自分たちの未来をよりよく気づくことに絶対つながるからとかってなんか語られて、かっこいいっていう、なんか単純にかっこいいと思い、じゃあその伝道師になろうみたいな、自分を語ろうみたいな。予備校は好きだったんですか。もうその大好きですね。ああもうその時点で大好きですね僕小学校の頃とか塾が好きで、いわゆるもうあの新聞広告集めて、塾の広告集めて学費を踏んで割り算して、1分あたりここの塾はいくらなのかっていう学費を出し、はいはいはい、それを親に見せ、はいはい、ここの塾お母さん安いよと、ここの塾に行かせてくれとか、もう気持ち悪いだけなんですけどだからそんなことやってたんで、多分塾ってなんか昔から好きだったのかなっていう。なるほど、そうだったんですね、気持ち。先生塾って言うと思ったんです。塾はでもまあ予備校で初めて、あそうなんだと思って、全然。あ、どっちかっていうと大学受験で予備校に行ったのが塾デビュー。そう、ことですね。どっちかっていうと、はい、うん、であ予備校は好きで大学受験だった。でも英語はでも別に全然ですね。あ、そう。もうなるべく英語から遠ざかりたいと思ってたんですよ。それで私学科がダメで、受かったのはたまたま英文科で、ただその時に僕男子校出身なんですけど、はい、なんか英文化って花があるなとか、はいはいはい、なんか花園だなみたいな、まあそうですね、女性が多いそうですよね、はい、と思い、まあいっかって、はい、もうこれ以上浪人もできないし、はい、それで入り、でその時にあの、まあ、恩師になる先生何人か出会って、はい、で実は英語ってこういう思考のプロセスで、まあ、僕らは無意識で日本語を操れるけど、やっぱ母語話者じゃないとなかなかそこにいきなりはいけないから、ね、少しプロセス重視していろんなことを、まあ、教えてくれたんですけど、はい、それがやっぱり、あ、嫌いだった僕からしたら、そういう仕組みで考えてたら、あの辞書の羅列ももう少し違った角度で見えたのに、なるほど、いろいろ思うことがあって、でそんなんで単純ですよね、これはもう教師英語、今度英語教えよう、なるほど、もう来たからに英語やろうみたいな、で徹底的にそこから英語勉強して、はあはあ、これで、まあどこ、まあ、高校で教えるとかいろいろあるじゃないですか、はい、やっぱ高校ってもうちょっと経験あるんですけど、はあ、やっぱり英語だけ教えていればいいってもんじゃないです、ね、そうですね、ですね、部活の顧問とか、なんかなんとか委員会がどうとか、はいろいろあって、はい、でやっぱり予備校だなと、はあはあ、なのでまあ単純に河合塾を受けて、やったんですか、他別のとことか。あ、その前にそうか、大学専門的にやったのは、専門は僕は認知なんですよ。あ、認知言語いわゆる、はい、うん、なんですけど、最初は文学から入ってるんですね。へえ、そうなんですねでダメだ、僕全然文学ダメだと思って、要するにもうそれすら分かってなかったんですよ。要するに入る前は英文化っていうのは英語が喋れるようになるところだって出たっていう、今生徒もいますよね、たまに。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.